大悟です。今日もやっていきたいと思うんですが、本日のテーマはですね、オーバーワークについてやっていきたいと思います。休むことこそがむしろトレーニングなんですよ。仕事はなくなればなくなるほど効率が良くなるんですよ。週末死体みたいになっちゃう人いますけど、これもアドレナリン躁鬱状態に入っちゃってるんですよ。喉が渇きまくります。 4,5 時間ぐらいでなぜか目が覚めるんですね。気をつけてください。それショートスリーパーやない。コロナになりやすくなったりとか、各種感染症にですねかかりやすくなります。筋肉痛がやたらと続くようになる。体が限界来てるんで1週間ぐらい休んでください。怒ったかと思ったら急になんかもうへこんだりとかみたいな風にアップとダウンが激しくなってきた場合は、脳がやられている可能性があります。オーバーワークって何ぞやと思う方いらっしゃると思うんですけれども、簡単に言うと筋トレでも仕事でも全部そうなんですけど、仕事で言うと過労状態で、筋トレの場合だとオーバーワークっていうのは、いわゆる筋トレをしすぎちゃっていて、まあ、体の回復が追いついていない状態、これをオーバーワークというふうに言います。だから仕事でも筋トレでも、で僕は人間関係でも同じことが起きると思うんですけど、要するに多大なストレスが体にかかってしまって、肉体的精神的なストレスが多大にかかってしまって、結局それでですね、どんどん体の機能とか落ちていって、頑張れば頑張るほどどんどんしんどくなっていっちゃって、で運動も一生懸命頑張るんだけど、逆にね運動効果なくなっちゃうんですよ。オーバーワークまで行っちゃうと。なんでかっていうと神経がぶっ壊れちゃって、その中央神経、中枢神経系とかがおかしくなっちゃって、体がうまく運動したりとか筋肉を作ったりできなくなっちゃうんですね。だから筋トレでもやっちゃいけないし、仕事の場合はバーンアウトになったりとか鬱っぽくなっちゃったりとか、そういうことが起きるので、今日はですねその全てを失うことになってしまうオーバーワークのですね8つの兆候ということで、今日はご紹介していこうかなというふうに思います。はい。で一応今日はこれ仕事でも同じような兆候が出ると思うんで、兆候自体は仕事の場合にもね当てはめてもらってもいいんですが、一応今日分かりやすいんで筋トレをメインにします。筋トレしすぎちゃってなんか完全にオーバーワークになっちゃってる人、オーバートレーニングになっちゃってる人にどういう兆候が出るのかと、どれぐらい休めばいいのかって話を今日はしていきたいと思います。でまずトレーニングに関してなんですけれども、これ当たり前なんですけれども、毎日頑張っちゃう人っていますよね。でこれ僕はトレーニングでも仕事でもこの比率でいいと思ってます。休むことこそがむしろトレーニングなんですよ、実際に。だから、休むことこそがトレーニングで、トレーニング効果イコール運動3割休憩7割ぐらいのレベルです。自分が動いた分の倍以上休んだ方が本当はいいです。だから筋トレとかもいろんな説がありますけれども、週2とか3ぐらいが、ちょうどいいです。はい。それぐらいが一番ちょうどくて、逆に週2とか週3ぐらいで力尽きるぐらいじゃないとうまく鍛えられてないんじゃないのっていうふうに言われるぐらいの、まあ、説もあるんですよ。で、もちろんマイクロトレーニングとか、僕がやってるヒートトレーニングみたいな風に、なんかこう、2日に1回やったりとか、した方がいいものとか、毎日やった方がいいものというものあるんだけど、基本的には運動が3割で休憩が7割です。だから、休憩の方が大事なんで、ちゃんと休憩が取れていない時はしっかり体を休める必要があると。いうことなんですね。だからもう本物のこう、いわゆるこう、プロのボディービルダー、海外とかのボディービルダーなんかは、やっぱり毎日筋トレする人とかほとんどいないですからね。あとは長い時間筋トレする人もいません。30分とか1時間以内とかでガンと追い込んじゃって終了みたいな風にしないと、やっぱり効果っていうのは出づらくなっちゃうんです。だから1日2時間も3時間も筋トレして、やっていけるのはですね、相当な遺伝子エリートしか、ないわけなんですね。で、仕事も全く同じで、今最新の研究とかを見てみると、だいたい週休2日と週休3日の場合の会社を比べると、週休3日の会社の方が、むしろ、中級2日の会社よりも、ストレスとか疲労感も少ないけど、仕事量、成果としては、同じかちょい上ぐらいになるんじゃないっていう研究は結構出てるんですよ。だから人間って、もっと休まなくちゃいけないんですね。もっと休むことによって大きな成果が出るから、今後 AI だったりだとか、自動運転だったりとか、そういうので、人間の仕事が失われるって言ってる方いらっしゃると思うんですけど、あんなの杞憂で、仕事はなくなればなくなるほど、効率が良くなるんですよ。今の人たちって働きすぎなんですね。オーバートレーニングと同じような状態になっちゃってるんですよ。だから今日は、仕事をしすぎる人にもですね、参考になる内容になってくるんじゃないかなと思います。で、実際に、休むのが不安って人も結構います。みんなが働いてる中で自分だけ休んだら、先に帰ったら怒られるんじゃないかとか、僕もそういうところありますけど、毎日やんないってやっぱ落ち着かないって人いると思うんですよ。ところがですね、特に今トレーニング、なんかの研究とかを見てみると、これいろんな研究があるんですけど、例えばスペインのアスリートを調べた研究とか見てみると、トレーニングは2週間から5週間は全然休んでも、筋肉は減ったりしないということがね、分かってるんですよ。ちなみにこの筋肉の減少効果とか太る効果っていうのは、
筋トレ歴が長い人、アスリートになればなるほど短いスパンで起きます。だからアスリートって実は休めないんですよ。比較的ね。そんなアスリートでも2週間から5週間ぐらいは全然休んで、大丈夫です。例えば2001年にですね、行われた研究とか見てみると、もう本当は怪我とかに一化しちゃって、あと病気になりましたとかコロナウイルスにかかれましたとか言って、全く体が動かせない場合、軽いジョギングとかそういうのできない場合は、だいたい2、3週間ぐらいで、まあ、筋肉が落ちてくるということが分かってます。一方で、まあ、そのハードな筋トレだからできないんだけど、まあ、軽いこう運動とかね、ランニングとか、早歩きぐらいのことはできますよっていう場合は、3週間から5週間ぐらいは筋肉が落ちないんですよ。だから実際に1ヶ月ぐらいは休んでも、軽い運動とかしてれば大丈夫だし、思いっきり休んじゃう場合でも2週間ぐらいは休んでも、そんなに大きい問題が起きません。アスリートですらね。はい。で、一方で、アスリートじゃない一般人とか、の場合はどうなるかっていうと、まあ、当然なんですけれども、筋トレとか運動の初心者ほど、簡単に筋肉がつくわけなんですよ。要するに、やったことない人ってすぐつくので。で、筋肉の減り方も同様に遅いです。はい。例えば、2011年の研究とか見てみると、15週間ベンチプレスをこうやって、よいしょよいしょってやってもらって、こうやって持ち上げるやつね、やってもらって、その後3週間ほど休んでもらうっていう研究があるんですけど、筋肉の量は変わらなかったし、筋トレの初心者の人に4ヶ月間、筋トレメニューをこなしてもらって、その後半年、筋肉休ませるというか、半年筋トレをもうやめると。4ヶ月間筋トレしてから6ヶ月休むみたいなことをやっても、ついた筋肉は 50% しか減りませんでした。だから、正直、休んでも意外と減りません。じゃあ実際に、もう毎日毎日じゃあ、もう筋トレもガンガンやるし、まあ僕みたいになんかバーピーも毎日やるし、みたいなことをひたすらやり続けて、体がもうオーバーワークですよ、と。あるいは、もう毎日毎日、仕事でも朝から晩まで一生懸命仕事しちゃって、で、働きすぎで体が休まってない人、どういう兆候が出てくるのか。今日はですね、これをですね、8つの、オーバーワークの兆候ということで、ご紹介していこうと思います。兆候その1、アドレナリン躁鬱状態というのが起きます。これどういうことかっていうと、これね、糖質制限とかした人とかがですね、ケトジェニックをやりすぎた人とかが結構出るんですよ。要するに体を追い詰めるとですね、どうなるかっていうと、激しい運動をしたりとか、体をですね、追い詰めるようなことをしたことによってですね、アドレナリンがバンバン出てくるんですよ。なぜかっていうと、生存の危機になりますからね。疲れてる時とか、栄養素が足りない時とか。で、アドレナリンがブワーって出るんですよ。で、ブワーって出ることによって、躁状態になります。要するにほら、糖質制限やった時にテンションが上がったりとか、おお、俺いける気がするぜみたいな風になる人っていますけど、あれってなんでなるかっていうと、アドレナリンが出て体がごまかしてるんですよ。体がやばい状態になってるの。で、もうテンションも上がるし、アドレナリンも出まくると。ところが、当たり前なんですけど、このアドレナリンを分泌してる副腎っていうところが、だんだん疲労してきちゃって、もう、副腎、無理です。アドレナリンも間に合いませんみたいな風になっちゃうと、そのアドレナリンがなくなるから急にズドンって落っこって、もううつ状態みたいな、モチベーションゼロみたいな状態になっちゃうんですよ。だから、要するに働いてる時ってすげえテンションガーって上がるんだけれども、仕事が終わった瞬間に燃え尽きちゃう人みたいな人っていますよね。週末死体みたいになっちゃう人いますけど、これもアドレナリン躁鬱状態に入っちゃってるんですよ。で、これいつか終わります。アドレナリンがいつか出なくなるので、結構やばいんで、このアップダウンがね、やる気のアップダウンが激しくなってきたら、ちょっと気をつけた方がいいと。疲れてる時ほど、なんか自分やる気出るんですよみたいな人は、いつかそれ終わりが来るんで気をつけて、ねっていうのが一つ目、アドレナリン躁鬱状態でした。続いて二つ目の兆候、喉が渇きまくります。で、これ僕もね、経験したことあるのわかるんですけど、僕もバーピーってジャンプして、腕立て伏せ、ジャンプ、スクワット、腕立て伏せっていうこういう運動があって、これをですね、1日90分ぐらい愚かにもやっていた時期があるんですね。4週間ぐらいはできたんですけれども、それやったらですね、途中から2週間ぐらい経ってから、すごい水の消費量が増えたんですよ。もうこういう、500ml のペットボトルとかを、平気で10本とか、ひどい時はですね、これをですね、10年、4、5本ぐらい飲んだ時とかあるんですよ。1日によ。飲みすぎでしょ、どう考えても。でも喉乾くんですよ、ずっと。これなんですよ。なんでかっていうと、回復が間に合わないと、特に筋トレの場合そうなんですけど、筋肉の分解が進むんですね。そう。要するに、筋肉がつかなくなってくるんですよ。運動しすぎで。そうすると、筋肉が分解されるときって、実はね、水分が消費されるんですよ。で、この結果、喉がめっちゃ乾くんですね。だから筋トレとかをしたりとか、働いたりしてるときに、なんか最近やたらと喉乾くんだよねってなってきた場合は、塩分の取りすぎとかもあるかもしれないけど、断食とかをしているにもかかわらず、めちゃくちゃ最近喉が乾くってなってる場合は、ちょっと筋肉が分解されちゃってる可能性があるんで、それ筋トレしても意味なくなっちゃいますんで、休みを入れるようにした方がいいかもしれません。はい。というわけで、二つ目の兆候が喉が乾きまくるでございます。
ました。続いて3つ目の兆候です。3つ目のオーバーワークの兆候が変な時間に目が覚めるですね。これもね、僕悩まされましたし、最近も時々起きるんで、僕オーバーワークギリギリを攻めすぎかなってちょっとこれ見ながら、自分で言いながら反省しているんですが、不眠症に近い症状が出てきます。特に中途覚醒っていう風に言って、寝れないんですよ、長く。4、5時間ぐらいでなぜか目が覚めるんですね。で、これはなんでかっていうと、いわゆるストレスホルモンの一種であるカテコールアミンって物質があるんですけど、このカテコールアミンの作用で、もう神経がもう常に覚醒モードになっちゃうんですよ。で、結果どうなるかっていうと、脳というか、その自律神経に異常をきたしてしまって、結果的にですね、うまくリラックスできない、眠れなくなってっちゃうんですね。だから最初は変な時間に目が覚めるところから始まって、だんだん眠いのに寝れないって状態になってきます。だからほら、忙しい人ほどさ、なんか寝ないじゃん、経営者とかも。いや、なんかさ、いや眠いんだよ、眠いんだけどさ、寝れないんだよね、布団入っても3、4時間ぐらいですか。だから俺ショートスリーパーだと思うんだけど、っていう人いますけど、気をつけてください。それショートスリーパーやない。はい。それはですね、カテコラミンのせいだから、はい。気をつけてくださいね、というのだから変な時間に目が覚めるでした。はい。続いて4つ目の兆候。4つ目の兆候はこちらです。心拍数が常に高くなるんですね。はい。これなんでかっていうと、仕事しすぎたりとか、筋トレとかでオーバートレーニングしすぎるとどうなるかっていうと、めちゃくちゃカロリーを使います。で、カロリーを使ったら痩せるからいいじゃんと思う方いらっしゃると思うんですけど、じゃなくて、エネルギーをね、体が必死に作んなくちゃいけないんですよ。で、自分のエネルギー、作れるエネルギー以上に運動しようとすると、人間の体で心拍数をバン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 上げて、で、常にですね、心拍数が高い状態になってしまうんですね。だからね、そういう意味で言うと、この心拍数を高くしすぎるっていうのは結構リスクがあるので、トレーニングをしたりとか、あとは仕事をする人なんかこのアプローチとかでもいいし、こういう僕がつけてるこういうね、指輪のこのオーラリングとかでもいいんで、これ心拍とかを常に取ってくれる指輪なんですけど、こういうのを、で、ちゃんと自分の心拍数とかが上がりすぎてないか、安静時心拍数って言うんですけど、簡単に言うと朝起きた時に心拍数上がってください。で、それが高くなってないかどうか、普段よりも、ってことをチェックすることによって、自分がオーバートレーニングになってるかどうかっていうのは一応チェックできますね。だからまあ、アプローチなんかは多分そういう最大心拍とか、安静時心拍とかをチェックする機能とかあると思うんで、大体のヘルストラッカーにあると思うんで、そのとかをチェックしてみてもいいかもしれません。ちょっと数値的なお話をしました。心拍数が常に高くなるでした。続いて5つ目。5つ目がですね、風邪をひきやすくなるですね。これは今特に怖いと思うんですけれども、やっぱね、コロナになりやすくなったりとか、各種感染症にですね、かかりやすく、なります。はい。これですね、なんでかっていうと、僕は働きすぎたりとか、筋トレしすぎみたいなオーバーワークになっちゃうと、これね、ストレスってね、実は僕らの免疫機能を抑制しちゃうんですよ。ストレスがたくさんかかっちゃうと、たくさんかかるとどうなるかっていうと、免疫の機能がですね、免疫が働いてくれなくなっちゃうんですね。だから、風邪をひきやすくなったりとか、要するに外部からのウイルスとか、ね、細菌の侵入に弱くなっちゃうんですよ。だから、プロのボディービルダーの人って、もう年中風邪ひいてるみたいな人ってよくいるじゃないですか。体調悪そうな人って、もう体バキバキなのに、すごい体調悪いみたいな。うん。で、こういう人って、実は、オーバーワークになったら可能性が高いわけなんですね。まあもちろんね、プロのボディービルダーさんだったら多少オーバーワークしないといけない時もあるのかもしれないですけど、僕ら一般人はあんまり関係ないので、やっぱりなんか最近風邪ひきやすいなーってなってきたら、ちょっとね、気をつけた方がいいかもしれません。はい。そして6つ目のポイント。6つ目のポイントが、できていたことができなくなるです。はい。これ筋トレなんかやってる方は分かりやすいと思うんですけど、筋トレってね、まあ別にその、ちょこちょこやってもいいんですよ。で、筋肉痛だからといって、別に休む必要なくて、筋肉痛を無視して筋トレとかしても別に構わないんです。っていう理論があるんですよ。なんだけれども、今まで例えば50キロ上げれたものが、どうしても上げれなくなってきたら、これは休んでください。はい。以前よりも重いものが上げられない、以前のような重いものが上げられないとか、回数が減っちゃうってなってきたら、これは体が回復してない状態なんで、そこで筋トレをしてもあんまり意味がなくなっちゃうので、できたことができなくなっちゃうって場合は、トレーニングとか、仕事はやめた方がいいですね。仕事で言うんだったら、今までできていたことができなくなったりとか、急にミスが増えてきたな、最近とかって思うことありますよね。これちょっとね、オーバーワークになってる可能性があるので、これは仕事をするなって言ってるんじゃなくて、ちゃんと回復しましょうねってことなんですよ。早く寝るだったりだとか、家に帰ってから、なんかね、仕事のことをなるべく考えないようにするとか、リラックスできるようなね、環境を作ってあげるとか、そういうことをしてあげてですね、回復食とか食べるとかね、とかですね、はい。で、あとはですね、あと2つありました。はい。で、次は7つ目のポイントです。7つ目のポイントはこちら。筋肉痛がやたらと続くようになる。はい。筋肉痛って確かに続くことはあるんだけども、なんかいわゆるこう、ちょっとまだ筋肉痛残ってるな、ぐらいなら OK よ。オッケーなんだけど、もう結構きつい。わあ、もうちょっと座るだけでもきついし、もう背中痛いし、みたいな筋肉痛が72時間以上続いたら、これは回復が追いついてない、証拠なんで、これは完全オーバーワークですね。はい。まあ、1日から2日ぐらい続くのは当たり前なんだけど、オーバーワークとかオーバートレーニングしちゃうと、72時間過ぎても、続きます。まあ、4日とか5日ぐらい筋肉痛が続くようになったら、もう体が限界来てるんで、1週間ぐらい休んでください。はい。で、仕事でもそうです。土日を挟んでも仕事の疲れが抜けないという場合は、休み方を考え直すか、1週間ぐらい
ちょっと休暇を取る、なかなか難しいと思うんですけど、はい。ってことをするか、一週間仕事をサボるとかってことをしてあげた方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、続いて八つ目のポイントです。八つ目のポイントがこちらです。感情の起伏が激しくなる。で、これ意外と知られてないんですけど、イライラし始めたりとか、怒りっぽくなったりとか、する人はいると思うんですよ、ストレスで。ところがね、イライラと鬱状態、つまりアップとダウンが交互に来たりとか、まあ、アップしたりダウンしたりとか、っていうことが結構起きやすくなってきた時が気をつけてください。だから常に怒りっぽい人とか、常に凹んでる人はまだいいんですけど、怒ったかと思ったら、急になんかもう凹んだりとか、誰かに対して怒りがうおーって湧いたかと思ったら、俺の人生今なのかなみたいな風に、アップとダウンが激しくなってきた場合は、これはですね、脳がやられている可能性があります。はい、オーバーワークのせいで。で、こうなってきたら、ちょっと休んだ方がいいと思います。で、これもオーバーワークの兆候としてあげておきます。はい。というわけで今日はオーバーワークの兆候を8つご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。はい。ぜひ皆さんですね、仕事や筋トレは休んでいただければなという風に思います。